よさこい大賞というナンバーワンの栄冠をこれまで9回受賞しているホニア。祭りの最高賞よさこい大賞が設けられたのが1998年の第45回からで、大賞9回は数あるよさこいチームの中で最も多く、人気実力を兼ね備えた飛び抜けた存在です。去年も金賞を受賞、31回目の出場となる今年も華麗な舞と圧巻の隊列美で沿道を魅了します。昨夜高知市の帯屋町アーケードで本番直前の全体練習が行われました。ホニアが観客を魅了する理由、一つ目がホニア節とも言われる特徴的なフレーズです。おなじみのフレーズで沿道を巻き込む瞬間は、踊り子だけでなく観客も最高潮に達します。魅了する理由2つ目が鳴子の揃った音色です。通常の鳴子よりも少し大きく、扇形に設計されたオリジナルの鳴子、揃った鳴子の音を生み出すためにこんなところに工夫を凝らしていました。今年の踊りのテーマは水星のオペレッタ。歌を中心とした劇、歌劇を見た気分になるような4分半の舞に挑戦していて、練習を重ねながら何度も何度も振り付けを変えていきます。昨夜も細かい部分までこだわり動きを確認していました。そこに一切妥協はありません。みんなこんな暑い中ですね、毎日毎日、はい、練習してとっても頑張ってると思います。ホニアの踊り子さん真面目なので、思いっきり全力をかけて頑張ります。今年の踊り子は150人。5月下旬から練習を始め、7月からは毎日練習を続けているそうです。前へ前へ進むよさこいの精神を大切にしたホニア流よさこい。観客の笑顔はチームの力の源です。今年はどんな仕掛けで沿道を驚かせてくれるのでしょうか。まあ、いつも の, そのホニアの可愛らしい感じとか楽しい感じも入りつつ、新しいこう動きだったりとかフォーメーションにも挑戦しているので、そこを楽しんでいただけたらなと思っています。ぜひ一緒にホニア節踊っていただけたらとっても嬉しいです。はい、頑張ります。今年の夏も踊らにゃソンソン、高知のストリートをホニアカラーで彩ります。